はい、じゃあ始めましょう。はい、第2章でアバロンヒルで、こっちの方がね、皆さん多分言うこといろいろあるんじゃないかなと思います。今回はね、前回抜き書きでしたけど、今回ちょっとある程度ちゃんとまとめました。この章ではアバロンヒルのゲームの内容およびアバロンヒルの、まあ、機関士と言っていいのかな、ジェネラルの論調、読者層を分析することにより、そのゲームをプレイするプレイヤーおよびジェネラルの読者コミュニティにおいて白人至上主義が優位であり、その影響は今も続いているというふうに主張されます。これは主張されるまでもなく、そうでしょう、ね、そうなんですけど、まあそうなんでしょうけど、はい。でここで著者は白人至上主義を構造的白人至上主義とイデオロギー的白人至上主義の2つに対比しています。まあまあそれはね、今ウォーゲームやってる人たちに影響がついてるとはいえ、別にウォーゲーマーに KKK がたくさんいるとかね、そういう話ではネオナチがたくさんいるとか、そういう話ではないわけですよ、うん、はい。いやでも前も言いましたけど、ウィアードテールズの読者とかにはネオナチいますか。ネオナチじゃなくて KKK いるわけですよ。まあ KKK いるでしょ、いるか、いるけれども別に主流じゃないわけですよ、うん、いや主流かどうかともかく、うん、イーホフマンプライスって作家が KKK を、まあそうそうそう、うん、KKK をいじった小説を書いたわけですね、うん、これ翻訳したいんだけどちょっと長くて、うん、でそれを書いたら読者なんで KKK をメモ取りにしたやつを悪役にするなんてけしからんっていう当初が来て、うん、バトルになって。でここで、この2つに分けて、白人至上主義で構造的白人至上主義というのは、白人に利益をもたらすシステムを生み出す連動した文化的信念や制度のことである、まあ、つまり私は別に白人至上主義と思ってませんよ、うん、とは言っても、まあ、結局構造的に加担しているというそういう話です、うん、はい。でこの文脈では白人至上主義はイデオロギーという内面化されても、まあ、というものの、これこそがイデオロギー。いや俺はセトラコロニアリズムの話でしょ、うん、白人というより白豪主義の話です、つまりなのかな。要は自分が侵略者だってことに制度化してるのに気づかない。まあまあまあそういう話です。で、まあこれこそがイデオロギーだと言えるわけですね。で、構造的な白人至上主義は白人にもバイポックにも無意識のうちに微妙な形で形成されていることが多いです。まあマイノリティであってもこれを内面化してしまっているということは十分あり得るという話ですね。で、重要なのはこの意味での白人至上主義は白人性を中心に社会を組織しているということです。それは白人文化を受け入れる一方で、それに挑戦する他の形態を拒絶し過小評価します。これとは対照的にイデオロギー的白人至上主義は個人的なイデオロギーです、うん、まあもう、まあ、掲示板とかでそういう主張バンバンやるような、そういう感じになるわけです、はい、そうではないということです。ここで問題になっているの、はい、いやそうであったら別にここで問題にするまでもなく問題ですからね。まあそれは文学とかも全部そうだし、うん、そうそうそう、もちろんそうじゃないのもありますよ、石原慎太郎みたいなのもいるけど、うん、まあ、今日はイデオローグとしてのものと、まあ、ちょっと別にありますよね。そうですね。明日セリーヌについてあるわけですよ。セリーヌとかもそうなんですよ、はいはい、そうですね、うん、めちゃくちゃすごい。セリーヌに関してはまだこう反ユダヤでもレトリックがあるから、うん、それは意味では石原とかとは全然違うわけです。で本書で論じられるウォーゲームのホビーは、基本的に構造的な白人至上主義の価値観を反映したネットワークです。この特権のネットワークはホビーストたちが知識を共有することを可能にし、また若者プロ化、まあ、プロ化職業化、まあ、なんか職に就くのに役立った、うん、はい、で彼らはエリート軍事サークルの中だけで流通していた特権的な知識へのアクセスを得ました。ですけれども、そこで交換された情報のほとんどは別に特権的なものではなかったにもかかわらず、ホビーストたちは後にホワイトカラーの仕事で使うことになる、まあ、なんかスキルを身につけたわけですね、はい、それによって構造的な白人至上主義を助長した。全体としてジェネラルは編集者と寄稿者が共通の興味を持つ均一な白人コミュニティでした。こうした興味の同質性は労働集団として重宝される。まあそうですよね、うん、同じ気質を持っている連中を集めれば喧嘩もしないし、非常にやりやすいということになります。はい、でコミュニティの人口構成上、白人至上主義に構造的に加担していたということになります。まあ、前回の、ね、テックの話だと、まあ、MIT ですから、コネがそのまま出世に行くようなそういう話になるわけですけど、さすがにそこもウォーキングコミュニティでね、ウォーキングやっていやなんか出世できるとまでは言えないので、こういう書き方になるわけですね、はい、で、本書で特に重視されているゲームはゲッツパーです。まずあとはアフリカコース、ドイツアフリカ軍団ですね。これは瀬戸さんに見せてもらったおかげで、うん、ほぼ妥当だと思いますよ、この指摘は。で、前者は南北戦争の南軍をプレイします。
李将軍です、うんうん、あ南国プレイするわけじゃないね、もう一方北軍ですから、うんはい、で、まあ、後者はまあロンメルですよね、はい、を英雄的に描いているとして批判されます。ここで善良な将軍のフェティッシュ化が起こっているというふうに批判されるわけです、うん、例えばあのアメリカの黒人がこれゲティスバーグをやるっていうのはこれはどうなんですかね。でもそういうこと自体あまり聞いたことない、ね、そう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 、まあ、そういう問題だからあると思うんだけど、だからアフリカコープスのマニュアル見せてもいただきましたけど、うん、ヒストリカルノートの短いのもついていて、ナチスについては全然批判的でも何でもなくて、うんうんないですね、むしろ、まあ、英雄的なナラティブというほどこう何かクリスタルじゃなくてもっとプレーンだけど、うん、批判的な視点っていうのは全然ないよねと、まあ、そういうところはありますよねやっぱり、まあ、あと時代的にはそれこそあのロンメルもあの例のロンメル伝を書いた誰だっけ、うん、あの問題だっていう大木さんが考えてたんですよ。そう大木さんが批判の対象としたあのドイツの有名な、うん、パウロロッシじゃなくてあのロンパウルカレルじゃねえ、パウルカレル、パウルカレル、パウルカレル士官みたいなものが、まあ、まだ広がっていたわけでしょ、うん、多分パルカレなんてあれナチスは悪いけどロンメルはそうじゃなくて的な、ああそうそういうところあります、ね、伝説作ってたわけだから、うん、大義はないんだけど将軍はいい人で偉い人であるみたいな、あそれがフェティッシュ化ってことでしょ。いやそうです、それがフェティッシュ化でこれゲームだけを見ると確かに中立的というか、ね、むしろ脱臭されているっていうのがあるんですけど、これを助長したのがジェネラルだったという話になるわけですね。でジェネラル史上においてこの傾向は特に顕著で、ナチスを英雄的に描いた表紙が散見されます。まあ載せれませんけど、ただ翔英がいろいろ書いてあって、確かにね、なんかそこに書いてあるわけですよ、うんうん、あれだね、ヘルシックみたいにね、うん、まあでもなんだかないよ、ね、これはちょっとその通りなんだ、じゃあその通りなんだけど、うん、でも実際はアメリカが勝っていて、戦争には勝っていて、うん、負けた側について英雄的にやってるっていうのは、うん、フェティッシュであるんだけど、うん、ちょっと違って、それが今の例えばイスラエルネタニヤフがヒトラーを擁護するみたいなこうグロテスクなことになってるわけじゃないですか、うん、そこまで行く布石になるのかどうかっていうのが興味があるんです、うん、あなんか勝者のおごりみたいなところがあるにはあるんで、まあ、勝者だからこそこうかけるみたいなところありますよね、うん、だから日本でそれやったら大変なことになっちゃうみたいな、うん、確かに勝者のおごりという、もちろん勝者のおごりだからフェティッシュってことになるわけですよね、うん、ナチスもみんな悪いわけじゃなかったみたいな話、うん、まあ盛り上がってたね、勝者だというのと、あとまあそんなにまあやっぱり関係がないというか、まあ遠い国の戦争だったっていうのも、うんうんうん、決して勝者はね、敗者を持ち上げるんだよね。政治だって弱い相手に勝ってもしょうがない。それは方眼びきみたいなもんでしょ。方眼びきっていうよりは、いやいやいや、だから方眼びきっていうのは旗が、あのなんていうかな、あのなんていうの、弱いものっていうか、旗いろいろ悪いように味方するっていうことじゃなくて、勝者が敗者がお前もよく戦ったみたいなさ、そういう文脈。でも日本人がその中国とか韓国の併合する時の向こうの賞をもう伝えたみたいな話は聞いたことない。聞いたことない、ね、確かに。だからアメリカ以下ですよ。ああ確かに。そうやればそうだ。はい、でここで提示されるのが、まあ、これ彼の多分用語なんですけど、シミュレーショニズムで、このシミュレーショニズムはいわゆる美術室のシミュレーショニズムとは関係もありません。沢田木ノイの、そう沢田木ノイのあの辺、あの村上隆とかね、ジェフ・クーンズとか、ああいうのとは何の関係もありません。でこのシミュレーショニズムとは、歴史的に正確な本物のゲームモデルを作り出すことを目指すゲームデザインの哲学を証言している。でどういうことかというと、これは同じく正確さを目指すものの、過去ではなく未来に目を向けるシミュレーションとは異なるということです、うん、過去の再現を目指すということです、うん、はい、で経済ゲームであれば、プレイヤーに将来何が起こるかについて有用な直感を提供することで株式市場をシミュレートする、はい、これに対してシミュレーショニズムで経済ゲーム作ると、1929年のこの大暴落をモデル化して、この暴落がどのような状況で起こったかっていうことを理解させるという違いがあるとします。でこのシミュレーションとシミュレーショニズムはどちらも事象を正確にモデル化することを目的としているんですが、シミュレーションは予測的であり、政府や企業によって利用されます。シミュレーショニズムのゲームは、もしものシナリオに興味を持つ趣味の人たちに向けて販売されています。これちょっと面白くてですね、だからこういう面で最初に出てきたのがゲティスバーグだという、まあそういう、うん、
まあ言われてみればそうなんだよなと思いますけど、シミュレーショニズムってもしも否定するってことじゃないの、この人のやり方ではそうではなくて、うん、つまりまあ何が勝つことができるわけじゃないですか、うんうん、じゃあそれがシミュレーショニズムだと、もし、もしもの入る余地があるという、ね、歴史にイフがあったらどうなるかって、うん、シミュレーションって、うん、シミュレーショニズムはね、うん、歴史にイフを仮定した上でそのイフの部分を、過去のものとして再現するみたいな、そうだから、うん、だから再現、そう、だからないものの再現っていうのが多分一番コアな部分で、ね、でそれに対して未来志向のっていうか、まあ、現在から、まあ、どうにでもなるよみたいなデザインで作られているものではまあなくってみたいな、ただまあちょっと曖昧な概念だと思います。架空戦記みたいな感じ。まあだから架空戦記。いやまあ架空戦記はシミュレーションか。そう、な架空戦記のイメージでいいんじゃないですか。だからそれこそ荒牧雄雄のシミュレーション史の発見っていうのがありますけど、シミュレーション小説っていうのはまさにそれです。シミュレーション実はシミュレーションに次ぐ小説だったんです。まあここで言うところ、ここで言えば、まあそうでしょう。これはでも。著者の多分用語だから、うん、著者がそう言ってるだけ、一般的な用語じゃない、一般的な用語ではない、むしろ美術用語、シミュレーションというのは、うん、でまあ、ここではこうするそう、はい、でこの概念を著者が提示したのはですね、シミュレーショニズムっていうのは歴史修正主義が入り込む危険性があるということ、まあ、架空世紀と言い換えたらもう致命ですよ、そう、そういうことなんだよね、まあ、知らなかったという著者が危惧からです、ゲティスバーグはウォーゲーマーたちがどのような軍事戦略で南軍が勝利したかを考える別の未来についてのダークなゲームだったと著者は言います。どうですかこれ、ダークだと思うけど、ただ、うん、絶対そうなのは言えないよ、そうですよね、でもよく単体だと、まあ、まず言えないと思うんですよね、うん、だから雑誌とかでそのどれぐらいそれがサブテキストとして補強されるか次第というか、ディスバーグを例にとったら北軍がもっとよく勝ってたんじゃないかってことを目指して考えてる当然いるわけだから、うん、これはゲティスバーグってやっぱ北軍が勝ちやすいんですか、ゲーム的にはどうなるんでしょうね、うん、改訂版なんかいくつか出てるからなんとも言えないけど、うん、よくその南北戦争にハマってる南北戦争オタクみたいなのってもドラマに結構出てきます、うん、いますよね、確かに、やや古いタイプの、うん、こう古参の親父がよくゲティスバーグの、まあ要は日本でいうと明治維新のあれね、幕末オタク、そう幕末オタクみたいなそういうイメージでも幕末オタクって俺は沢川とかあんまりないですよね、そういうのね、俺は会津でどうのみたいな幕末オタク最近ちょっとネットで論争してるけど結構いるよ、いますよ、幕府けしからんとかね、幕府けしからんとかいるんですか、いやいや、どこの会津の人なんですかそれは維新が沢川の維新と言いながらああそうね、キャラクターが砂漠派の剣を発行してるっていうなんか面白いですねいや本当そうだね、維新のマスコットキャラが、だからさっき草場さんが言った仮想戦記がまさにそうです、うん、あれシミュレーションイズムだと思うよマジで、うん、日本がこうしてるから勝ってるから、ここでのね、うん、仮想戦記自体は、まあ、あれは日本の架空戦記はこうニューヨークタイムズとかで批判されましたけど、されるでしょうね、アメリカにもあるわけでトム・グラムシーとかね、高橋城の男だったりありますか、高橋城の男、いや高橋城の男はあれは批判的じゃないですか、うん、あれをやるんだったら日本がソビエトに分割統治されてるからそういう世界にあるでしょ、まあ、日本でやるんだトム・グラムシーの方が近いよね、うん、まあ、アンクライまで行っちゃうとなんか欲望だだ漏れなんですけど、だからこういうそういう欲望が入り込む余地があって、しかもそれは構造的に入ってくるという、でそれがしかも雑誌によって補強されるっていう、まあ、その運用案を示すにおいて、プレーンなはずだったゲームっていうのが、ある方向に結果的に誘導されている、当然当時のジェネラルとか今から見ると可愛いもんですよ。いや、そうでしょう。はい。ジェネラルに掲載された歴史に関する書籍のリストやオピニオンコラムとかも同様にプレイヤーたちを引きつけました。こうした意見欄はしばしば白人至上主義的な歴史観をちらつかせ、ゲティスバーグの推測史観と同じようなもしもの疑問を引き起こすものでした。ファンたちは歴史に手を加えるシミュレーショニズム的なモデルと、戦士についての準知的な会話をするプラットフォーム、闇だよね。クエザイとかですね。これはでも、前やった、
D&D の歴史のと一緒です、ね、あの本でも同じことが書いてあった。そうですね、プレイングアットザワールドと一緒ですね。あ、プレイングアットザワールドね、はい、こっちの方がやっぱり問題なんですよね、多分。だから GT スパーク単体でそんなに問題かって言われると別にそうでもないような気がするんで。いや、多分ドイツアフリカ軍団もルール見た限りでは全然、ね、でなんかこういうなんかサブテキストでなんかこうわわわとこうなんていうかおほってのがまあいっぱい持っていることがやっぱり、うん、どっちかといえば。しかもそれがコミュニティの要請だったってことでしょ、結果的に。でまあ、これがあることによってゲティスバーグ自体もちょっとみたいな感じで引きずられるようにそういう風なものとして捉え、まあ、られてしまう、そういう目で見られちゃう、ね、見られちゃうし、うん、まあ、確かにそういう目があったことになってしまうわけです、うん、なるほどね、実際そうだったから、はい、でこの点で代表作代表例とされるのがオリジンズオブワールドセカンド。これ、これ持ってきたな。これやったことあります？ありますよ。面白いですか？つまんなくはないけどちょっとこれはって感じ、うん、あれこれダニガンのやつじゃなくて、ダニガンとダニガンのワールドワンの方か、両方両方ダニガンです、ダニガンでは、あれルール同じですか、これ。いや違います、うん、オリジンのワールドワン2ってまあヨーロッパの地図があって、うん、ヨーロッパの第二次世界大戦直前ぐらいの対抗戦なんだけど、うん、まあ、あるいはそのエールとかチェコの有名なシュレスビヒホルシュタイン、政治力のコア持っててプレイヤーがいろんな国の代表で置いてって取り合ってくっていう、あのオリジナルワールド1はすごい面白かった、やりましたけど、なんですか、交渉が強い、交渉ゲームですよ、交渉ゲームですけど、だから自分の影響力を置いた時に相手も置いてくると、うん、そこで話し合いして、はい、じゃあ取りますとか、もっと張って飛ばしてますとかだからちょっと見たら今10ドルしないで買おうかな、うん、うん、1時間くらいらしいし、あとこれ短くね、あれこれ次の3枚目ってあるんですか、3枚目3枚目これ短いです、あれないですか、で、そのオリジンズオブウンテラですね、71年で、これがジェネラルに紹介文が載ってます。これ誰が書いたかね、この作品に載ってなかったんですよ、参考文献一覧に、ちょっと面白いんですよ。第二次世界大戦を本当に始めたのは誰かっていうなんか題が載ってて、でナチスドイツに責任はないと読者に示唆している内容らしいんですね。でそこでは、うん、1932年のヒトラーの選挙演説を引用して、ここでヒトラーは法と資料の公約を強調したらしいんですけど、でこの約束の強さをもってすれば悪名高い第三帝国がなぜヒトラーを唯一のドイツの支配者として誕生させたのか容易に理解できるとしています。でこの公約はつまりアバロンヒルの白人公害地上層を恐怖に陥れた公民権デモの時代精神にと、まあにまあ、反対するものとして、うんうん、つまりそこでなんかシンパシーを抱くものとして親近感のあるものとして位置づけられているとします、著書は、はい、うん、でつまりこう、うん、バスデモとかが、うん、バスね、拒否のね、うん、デモとかが公民権運動でやっているのことの恐怖をシミュレーショニズムとしてヒトラーにシンパシー持ってくれて箱庭的に癒されていたってこと、うんうん、これはさすがにちょっと無理がある、無理があるような気もしますがね、そこまでシンパシー感じるアメリカ人いないでしょう。でこれは面白いんですけど、加えてこのゲームはですね、歴史よりも正確であるってこの記事で主張されてるらしいのね。まあ、これはそう、そういうのありますよね、これ現物見てみたいな、まあ言うでしょうね。このゲームの徹底的な研究による、おそらくこれまで出版された研究集最も信頼性が高い。でもちろん、まあ、著者によればもちろんこれ誤りでほとんど陰謀論じゃねえかというふうに、こっちの方がまあなんか妥当性が高い感じします、ね、いやすげえなと、誰が書いてるんですよね、誰が書いてるの、いやだってね、いるじゃないですか、結構いますけど、まあ、間違いなくアメリカ歴史学会から歴史修正主義だって叩かれるのは間違いないけどね、うん、でもね、掲示板の記事じゃないですからね、一応この機関紙のゲームの紹介文で、うん、ちょっと見たいな、うん、でこの章、あとはまあ、ぽいです。でこの章のもう一つ大きな柱としてはジェネラルの読者層分析が挙げられます。第1章でも見られたように、例えば鉄道模型クラブのハッカーたちにとってはこういう偉い学者さんたちがメンターとしていた、うん、頼れる兄貴みたいな。でこういうのはホビースト文化に一般的に見られる師弟関係、父子関係というものがあるとします、まあ、そういう人がいるからこそ特権のネットワークが築かれるということです、はい、でここでメンター役、このボーゲーム界でのメンター役の代表作とされたのが、代表でされたのがこの SF 作家のジェリー・パーネル。小川さん、読んだことありますか？だってジェリー・パーネルのありますよ、あのリニー・リーブン共作したり、そうそうそう、ボーゲームってボーゲームでしょ、パーネル、パーネル、そういろいろ書いてる、パーネル、アンソロジーも書いてるんです、いっぱいある、いっぱい役もある。神の。で、ジェリー・パーネルはあのパソコンマニアでもあって、ね、ずっと中に K ビットで連載してました。うん、あのパーネルはアンソロジーもシェアードワールドのこうゲームの世界みたいなアンソロジーも作っていて、
それはナイトランドクォータリーで魅力ですけど紹介したこともある、うんうん、あれパーネリットよくなの、ね、で私はもう全然知らなかったんだけど、このジェニーパーネさんはこのジェネラルにたくさん寄稿しててですね、軍のネットワークとこのアバノヒの読者層とつなげたような人なんですって。軍とのコネが結構あって、なんかそういう冷戦、まあ、うう冷戦期の国際論みたいなのを書いてるし、あとなんか RAC とアンドみたいな企業があって、そことのシミュレーションに参加してたりとか、そういうこともいろいろしてるような人なんですって、ね、いやパーネルだから神の目の小さな知り合い、うん、ああ面白かったよ、はいはい、うん、あれ、まあ、あれ2分の強作だけど、そうですね、うん、結構なんか高派的な人は左右不対称の一時に影響を与えた人が入りたいんだから、まあそまあだからあのアメリカの作家で今でもその元軍人とかずっとそのなんかいるわけで、うん、パーネルに関して言うともう少しハインラインよりは知的なイメージがあります。まあね、それを言っちゃって気もしますけど、そういう役割を果たしたのか、ね、これは全然知らなかったんで面白いですよね。これナチスを美化してってこれですか。あ、そういうの、そういうのこれ、うん、まあ、これはねそんなに美化でもない、美化はしてないけど、美化かって言われる、美化考えられるんですかね。このジェネラル、この後のジェネラル有名じゃないですか、ロンベルの表紙のやつ、はいはい、あ、それ有名です、まあ、これよく出てる、美化と言っていいでしょう、美化と言っていいですよね、うん、なんか立てんすか、ね、ただこれでやっぱりフェティズムだと思うけどね、これせいぜい、まあ、そうロンベルかっこいいっていうのは、うんうん、 そうね、それはだってナチの制服とかかっこいいわけで、普通にかっこよく作ってるわけで、英雄史っていうあれではないかもしれない、英雄史まではいかないですよね、やっぱフェティシズムが近いんじゃないかなと思うんですけど、だからこれでこれこヒトラーがね強い、これとかはちょっと、なるほど、これはだいぶかな、うん、ちょっとねそれっぽい感じだけど、でもチャーチルが下にいたりするわけであって、うん、でもヒトラーが一番上で一番でかい、うん、あ、これ東郷、これ誰、これ東郷平八郎、これさすがに平八郎、あ、これはあれか、ちょっと時代が、誰これ、これ誰だ、これ見てもらって、はい、専門家に見てもらってわからん、誰でしょうね、これスターリン、これ、あ、それスターリンでしょ、スターリン、スターリン、スターリンなんだこれ、はい、はい、じゃあ続けますね、まあ、父子関係とか師弟関係っていうのが重要だと、このホビーコミュニティにとって、でジェリーパーネルが、まあ、大きな影響を与えたという話です。で、ところでこのようなメンター役がいなければ、これ結構前の章でも強調されたんですけど、オビー使徒集団って結局子供の集まりという未成熟であるっていうのが非常にね強調されていて、で確かにね東証が紹介されてるんですけど、なんかもうねまあ10代とか対戦相手最ものやつでしょ、そうそう、そこでなんか自己紹介みたいな書いてるんだけど、うわーみたいなのが結構あるんですよ、プレイングアットザワールドでも広がってる、そうそうそう、同じ400戦向かいでしょ、同じ勝つ、同じ勝つ、10代は結構多いんですよ、びっくりした。で、まあ、未成熟さを感じさせる内容である。だからメンターの存在というのはホビーストコミュニティを特権のネットワークへと変貌させるものですという時代と、これは確かにそうか、そうですね、そうですね、うん、で他にジェネラル市場のプレイヤー募集欄を通したプレイヤーコミュニティとか PBM ネットワークの形成、うん、まあ、これは次回がディプロマシーなんで、そこでやります、うん、でまとめとして、60から70年代にかけてジェネラルはホビーゲームの入門書のような存在でありました。この雑誌が築いた文化はホビーストコミュニティに波紋を広げ、その波紋ははるか彼方まで広がっていきましたと。この白人至上主義的規範は今日のボードゲームやビデオゲームまで及んでおり、奴隷制のような慣習を組み込むことを正当化するために同じシミュレーションに挑む次的語りを用いることが多い。まあそうですね、まあ、そうですね、はい、うん、なるほど。今澤田さんに画像を上げました。何でしょう共有してください。はい、ジェネラルね。あ、ジェネラルですね。はいはい、少々お待ちください。まあそうですね。荒いことは荒いんだけど、でもまあまあ。うん、ヒトラーが一番顔はでかくて、全体的な話としてはまあまあそうよねみたいな。あの、面白いんじゃない？これ、これ翻訳してもいいと思うけどね。あの、注釈付きで。そうなんでしょうね。注釈ないと分からない。注釈ない。注釈ないと分からんっていうのはそうですね。やっぱりこういう劇薬的なあれは足りないと思う。やっぱりアメリカのインテリってパターナリズムすごい嫌いなわけですね。アメリカっていうか、まあアメリカで限らず英語圏のかなりきつくやってるのに、やっぱり歴史化してるから言えるってことがあると思うんですよ、これ、うん、部活文化に近い感じで、いや部活文化完全に同じでしょう、なんかその部活文化、部活の文化あるじゃないですか。ああ、はいはいはい、ああいうのに感じる嫌味みたいなものが、あの、先輩後輩のあれが来てからね、重そうってことでしょ、つまり
まあ、ざっくりそうですよね。むしろそういうなんていうか部活的な大会系的なもの一番嫌う連中が、そうそうそう、うん、同じような構造にはまっているということです。ああ、あのジョックをね嫌うのが、まあ確かにコミュニティを求めるというのは、まあ、そういうことだよねという、まあ、汚ないかといえば、若いやつばっかだと今度幼稚な集団でしたね。そうそうそう、確かにそうなんだよな、ね。だからっていうのもあるんだけど、うん、でもややフェアなのがこうウォーゲームの関心から歴史家になった人がいっぱいいるわけで、うん、それが実際はどういうイデオローグなのかっていうとこまであれば、実際に機能が分かるのかなって感じ。多分動くだけにならないと思いますよ。まあそうですよね、勝ち負けがあるんだから、うん、大木さんだってウォーゲーマーから学者になってとうとうパウル会議官やっちゃったわけだから、うん、大木さんに関して言うとどうコメントするか難しいところはありますけど、あの人コメントするのは相当難しいと思う、うん、だからそれこそ池内聡が、うん、あの同情したよねっていう話が、ね、うん、池内聡が左翼では少なくともないと思うんですけど、そうですね、ネトウヨから見ると左翼なわけでしょ。そうなんですよ。いやそれは右の端から見たら左しか見えない。あれネトウヨとかな、まあ、あれ反対するのは右翼とかよりあれはさすがにただのバカですよ、うんうん、ちょっとひどすぎる、うん、アメリカにもああいうのいるじゃないですか。まあいるでしょうね、トランピストみたいな。トランプ勝つとかいう話ありますもんね、うん、だってしかも立候補するのがあれでしょ、あの哲学を、批判するアメリカ知識人あのなんだっけ、コーネルウェストか、コーネルウェストが立候補するでしょ。あ、そうなんですか。哲学を解するアメリカ知識人。でもアメリカにおけるダンジョンズ・ドラゴンってどんな感じですか、広がり的に。結構今過去最大遊ばれてるみたいな。今の話、はい、過去最大と言ってるってことで、過去最大かどうかっていうのはあのそれはユーザーが減っていないので過去最大といえば最大なんじゃないですか。なんかバルダーズゲート3とか、 なんか最近いっぱい賞を取ってて、はい、すごい、うん、ディアブリーコミュニティのゲームですかね。なんかすごいビデオゲームの方でも入ってるので、バルダーズゲート3からでも D&D に入る人って いるんですか。そんなに、まあ、バルダーズゲート3で作ったキャラクターそのまま多分持っていけるんですよ。おー、だから D&D 5th のルールっていうのはコンピューターゲームを忠実に再現するような緻密なルールじゃないので、うん、同じキャラは互換性はあるけどそのズバリができるって、あネバーウィンターのやつとかは完全に再現できるわけですよ、あの、うん、サードのルールね。だからあの意図的にやや緩く作ってあるので、うん、あのご飯自体が、それではバルターズゲート3が評価されたっていうのはハイエンドないわゆるトリプル A の最新作だからってことになると思うわけですよ、うん、それが D&D だからっていうよりは大予算のゲームで D&D ブランドも使っているからだというのに近いと思うんですね、うん、ダンジョン・ドラゴンズとかゲームに関しては歴史修正主義というよりはこうジェンダーですよね、どちらかというとね、うん、日本においてはハンポリコレが強いから、うん、D&D 界隈においてはアメリカにおいては全然層の厚さが違うから、うん、全然そうじゃないし、いくら反発したって主導にシアチブ取ってる側がそういう展開にしないわけで、それは商業的な理由ですよ言ってしまえば、うん、ということになろうかと。やっぱこれ超面白いですこの本ね。面白いは面白いですね。やっぱり面白い。面白い。荒いけどね。荒いけどね。荒いけど。いやコンバージェンスカルチャーよりいいと思います。はい。いやなんかあれ今一つ。それがそれで魅力な気がするけど。うん、それは題材の世界。辛辣なところがあるからな。うん、こいつらが作った文化がみんな削れちゃってるから。そこね。でそこだよ。そうか。だからそういう嫌な部分が入ってきちゃうわけ。何ですか。ああこれってあれ中国のやつ。いやいやいや韓国最初に言ったけどやっぱテックカルチャーですよね。そうですね。あれがもうこれを純粋に詰めて超ヤバくしたみたいな感じだから。そうそうそう。ルールが歴史を反映するって気がしますね。あの世相反映が割となんていうか綺麗なものとして言われた後、2000年代の前半ぐらいまでなんかそういうイメージありますね。伊藤さんが作ったんです。
出荷番号ですね。Linux のなんか理念みたいな、理念っていうか、まあ、なんていうか、今はもうむしろ金儲けは正しいし、うん、いや、まあ、なんていうか、リングもクソもない連中であることが、まあ、はっきりしたわっていう、その、現在からその当時のハッカー理念のことを見ると、いや、これは単にこの人たちが幼稚なだけではない話で、まあ、終わってしまうわけですよ、今ね、まあ、このなんか MIT のいたずらの文化みたいなとか、例えば有名な。ただコンピューターカルチャーだと、カウンターカルチャーからコンピューターカルチャーみたいな話が、うん、まあ、終了ではないけど、ある程度熱量があって、うん、ただカウンターカルチャーっていうのも、今見ると、あれは完全にアメリカ白人男性の文化なわけですよね、だからも同じところに根ざしてるっていうのはすごいある。うんうん、カウンターカルチャーっていうのは西海岸のヒッピーたちが、うん、そのシリコンバレーに行ったっていうのは主流ですよね。スティーブ・ジョブズね。ジョブズも、あ、そうか、ジョブズもそうだし、うん、こうアイソレーションタンクのティモシー・リアリーか。うん、そうそう。ティモシー・リアリーは晩年に結構ね、その辺批判してたらしいけど、まあ、ラリってたのかもしれないですけど、ティモシー・リアリー。でも、クルーファンだとかだってそうでしょ、うん、そういう意味だね。だから、ヒッピー、あ、でもヒッピーに関して言うと、ヒッピーから波及して、例えば新宿の風月堂とかでうろうろしていたのは白人じゃないから。うん、あれなんかその、いわゆるアメリカ白人的なハッカー文化からの、そのテック文化みたいなって、今あの IT 企業のトップって結構中国系の人多いと思うんですけど、はいはいはい、あの人たちをどういう目で見てるのかちょっと知りたいですよ。なんか見たりとかしてくんないから。確かにね。うん、いや、レイシズムで見てんじゃない？見てなんかそうです。普通に考えるとそうだと思う。まあ、そうです。いや、イーロン・マスクがなんか、フェアな視点を持ってると思う。どう見ても、あの部屋やばすぎでしょ、マスクでも。ピーター・ティールでも。あれ、なんか、サム・アルトマンがなんか、戻ってきてよかったねとか言ってるけど、あの人だってなんか、どんなもんか分かったもんじゃないと思うよね。すごい人気あるけど。だから、そういうのに戦う動きっていうのを、本当はゲームマーケットは組織すべきだったってわけですよ。そうなんですか。うん。問題意識がないからって話。ああ、そうだ、テックカルチャーって言えば、いや、ドイツゲームって、ああいう人たちにすごい好まれるじゃないですか、ただ、そういう言説って、表に全然出てないじゃないですか、ただ、川上さんが作った本とかでも、まあ仕方ないんだろうけど、そういう方面アピールするような要素って、なんも趣味ないわけではない、ないわけじゃないですか、ないうん、川上さんって、この前のこういう、ああ、そうそう、ああいうムック本とか、あれ、3回目出ないんでしたっけ、出るかもしれない、出るんですか、出るかもしれないし、ないかもしれないし、うん、出るとしたら、また巻き込まれて、わけのわかんない締め切りで書かなきゃいけなくなるから。まあでもそうですよね、テックカルチャーとつながりみたいのは全然、うん、まあ、風見さんがそもそもテックカルチャーの人ではもちろんないので、うん、ね、あんまりなんかそういう方向で考えたりはしないんだと思うんですけど、うん、あんまり文系理系って言いたくないですけど、ね、ドイツゲームは理系受け強いじゃないですか。強いですね、うん、それはちょっとね、誰かそれはなっていうのがある。クリンティアは数学者だから、数学的な構造しか打ち出さないかなっていうのが大きいと思います、うんうん、でもハイソサイティから上流階級を学ぶって、まあまあまあ、まあだから、人類学的な、いやだからそのどっちかっていうとそういうそのなんていうか、人文的なそういう方を見つけた人からするとそこに関して何もしてないところがなんていうかどうなんみたいな目では見られるのはしゃないんじゃないですか。それはこれは全然逆にあって、それはないところに言説を足してるわけだから、うん、それはジェネラルと同じですよ。まあまあ同じでしょう、まあ、それは同じだと思います、うん、実際てかまあそういう意味での何ていうのかな、ゲームが役に立つで、まあ散々言われてきた、うん、しょうもない言説っていっぱいあるじゃないですか、うん、だからしかもこれ明らかにクレムリンとかはノスタルジーで語ってるわけですよ。はいはいはい。だからバイアスがあるわけ。反響ってことですつまり。そうなのかな。うん、どうでしょうね、理系文系、うん、まあるんでしょ、あるんでしょう。ある感覚はあるけど、それがちゃんと言語化されてどっかで発されたことがないので。まあないですね。うん、テックへの関心がどういうふうにここまでやるかって話だと思うんですよ、うんうんうん、システム派とね、うんうん、なんていうのかな、テーマ派フレーバー派フレーバー派に分けるとシステム派っていうのはやっぱりそういう分類はどうかと思うが理系な感じはするけど、ね、まあね、毛川さんみたいな感じでしょ。そうそう、小坂、うん、さんでもそうなります。私はね、なんか両方混在しててよく分かんないし、うん、
まあ、あのゲーム派と歴史派の対立というのがここで再びあれゲーム派ってのは理系が多かったんですかそんなことはないんじゃないだからウォーゲーマーは理系かっていうとそんな気もしないわけ、まあ、でもそう理系でもないもんね、まあ、歴史派にせよそのゲーム派にせよどっちにせよウォーゲームをやる人たちなわけだからだからナラティブっていう言葉自身が文系的な感じするんですけどねまあそうですよ何がボードゲームの用語のそれはだってあれはいわゆる物語論から来てるから当然文系の話であって、まあ、当然ってことか。そしたらシステムのようですか。それはだからシステムメカニクスっていうのが理系に来てると同じ話だ、ね。まあそうだね。でもね、ゲームメカニクスってそれそのものとしてあまり語られたことないわけじゃないですか。うんうん、だからそれはそのいわゆる理系の方の仕事でしょ。うん、だから結構本出てるじゃないですか。ええー、ろくなの出てない。メカニクス大全。いやメカニクス大全はまだいいとして、あのなんだっけあの赤いやつあれは。ボードゲームを作ろう作ろうはダメだったさすがにでもここでやったじゃないですか割と評価高かった評価どうですか僕は結構ひどく言ったけど、まあ、正直あの本の方がこれに100倍いいと思うんですよ、うん、それはこれが嫌いなだけにでもねそれが嫌いになるのは死刑証拠のところ読んでなんか分かったいや嫌いというよりは人選の問題です人選人選っていうかいや人選は別に僕は何も言わないんですけど別にこういう人がやりましたって問題もないここなら佐藤優とか連れてきた方が全然マシですよだからどうだあの、まあ、ディクシットとかは別にいいんですよディクシットとかはまあ多分いいんだろうと思うんですけどさすがにドラゴンイヤー見たんですけどやべえなと思ってだからドラゴンイヤーで習近平を語れって無理でしょそれ無理ですね、うん、ドラゴンイヤーなんてシミュレーションでは絶対ないですから、ね、だからそもそもそこを捏造してるからダメなわけですよこれはなるほどそこはそうだなだから取っかかりならいいんですよそういうコンセプトの連載もゲームリンクでしたので、ね、ハイソサイティあの文化人類者だと偶然遊んでる偶然でも最初それドルキーテーマってもうちょっとこう書きようあるでしょいやだから有害なんですよむしろそれはジェネラルの批判と同じなわけですよ特に辻村がそれ言っちゃまずいでしょってうそうだからお前プロパガンダ研究してんのにプロパガンダするなって話ハマってるなって一言で言うという話になるわけです